孫悟を司る。ランドゥー家は大家族だから、家の中は常に人が行ったり来たりしている。列車は僕の家と違って、かなり広々としているな。ああ、広々としてはいるが、至る所に生き生きとした生活の痕跡が見られる。君たちが揃っている時は、どれほどの活気にあふれているのか、簡単に想像できるよ。例えるなら、深夜のベロブルグだろうか。ひっそりと静まり返っていても、常に親しみやすい雰囲気がある。この感覚は、今までベロブルグから出たことのない人には、本当に不思議に思えるだろうな。列車は広々としているが、至る所に生き生きとした生活の痕跡が。例えるなら、深夜のベロブルグ。この感覚は、今まで。